どうも、愛知です。いきなりなんですが、ちょっとこちらをご覧ください。今まで育ててくれてありがとう。怒らせることや手をかけさせることとか、たくさんあったけど、この卒業を機に新たな自分に変われればと思ってます。まだまだ未熟な自分をこれからもよろしくお願いします。はい、という感じで今ねご覧いただいたのが去年の卒業記念動画なんですが、今年もですねその卒業記念動画をやろうと思っておりまして、で今回はそのアナウンスというか紹介というかお知らせとお願いですねをさせていただきますので、よかったら最後までねお付き合いください。で早速なんですが、今年お願いしたいのは2つあります。でまず1個目は去年と同じです、卒業記念動画のメインになるテーマで今だから伝えたいありがとうというテーマで、手紙というかメッセージをね募集させていただきます。で、まあ、応募方法と一緒に説明していこうと思うんですが、まず、こちら、どこかな、メールアドレスが載ってると思います。で、ここが応募、先となります。ツイッターとか、ツイッターのリプとか、動画のコメント欄に関しては全く拾わないので、ここだけの限定となっております。で、この、メールアドレスにいくつかお願いがあって、まずタイトル、件名をありがとうで送ってください。で、自分はもう件名だけ見てフォルダに分けてしまうので、そこで、書いてないと拾えなくなっちゃうんですよ。なので、必ずありがとうというタイトル、件名にしていただいて、で、本文の方に、まず、誰に当ててのありがとうなのか。例えば、お母さんへとか、友達だったら友人の〇〇へって。で、その友人とか、まあ、恋人を書くときに、本名は絶対に書かないでください。あだ名だったらギリ、OK だと思うんですけど、なので個人が特定されるものはちょっと NG でお願いします。だから誰々へっていうところと、あとはそのありがとうの気持ちを込めたメッセージですね。まあ、長さは任せます。はい、ちょっと長いと自分がカットしてしまったりすることもあるんですけど、メッセージを書いてもらって、で最後に、都道府県名、自分のねみんなの都道府県名と性別だけ書いてくださいと、使うかわかんないんですが、去年までペンネームとかもね書いてもらってたんですけど、それはちょっともう書かなくて大丈夫です。都道府県名と性別はよろしくお願いします。なのでこちらに関しては、まずタイトル、件名をありがとうで書いていただくこと、そして誰宛てなのか、メッセージ、都道府県名とみんなの性別、これを必ずね、5点セットで書いていただいて、こちらのメールアドレスに送ってください。で、2点目なんですが、そのありがとうのね、メッセージを募集させてもらうのは毎年やらせてもらってて、で、ありがたいことに、その自分宛て、配置宛てに、そのありがとうの気持ちを込めたメッセージを送ってくださる方が結構いらっしゃるんですね。ただ、それを動画に入れてしまうとですね、趣旨がずれてしまう気がして、入れても1個とかかなにしてるんですよ。で、ほとんどは動画で採用しないっていう形になっちゃってるんですが、今年はちょっと欲しがる感じで、配置宛てに書いていただけたらと思っております。で、どういうことかというと、その本編の卒業記念動画と別の動画をちょっと1個考えてまして、で、こっちは、ちょっとまだ作るかどうか決定はしてないんですけど、もしね、数たくさんいただけるようで、で、動画にできそうだったら、1個ね、ちょっと撮りたい動画があるので、それを撮ろうかと思っております。なので、応募方法ほとんど同じなんですけど、まず同じメールアドレス、こちらに送ってください。で、ツイッターのリプとか、動画のコメント欄はこちらも拾えないので、メールだけでお願いします。で、タイトルを配置へにしてください。まあ、別に配置、呼びつき嫌だったら配置さんとかつけてもらっても全然構わないんですけど、その、配置当てってわかるようなタイトルにしていただいて、で、あとは本文ですね。で、これはもう普通に本文だけでいいです。都道府県名とか全然書かなくて大丈夫なので、本文に、自分宛になんかあれば、ぜひぜひ、喜ぶ奴がいいな、とか言って。はい。どんなね、メッセージでも構いません。動画をもっとわかりやすいのにしてくださいとかでも、全く問題ないので、もしよかったら、配置宛にメッセージを送ってもらえたらと思います。はい、という感じで今回はこの2つをね、お願いさせていただいたんですが、で、最後に、両方共通して言えることなんですけど、まず、締め切りに関しては、3月11日まで、わかりやすく自分の人誕生日にさせてもらいました。自分が忘れちゃうんでね、きっとね。誕生日までとさせていただきます。で、あともう1個、申し訳ないというか先に謝ることがあって、おそらく、いただいたものを全部を動画に使うことはできないと思います。
本文を一部カットさせてもらうことは絶対してしまうと思いますし、あとはそのね、いただいてもちょっとね全部入りきらないから、使う方と使わない方っていうのが出てきてしまうと思うので、そこだけ先にねお許しいただければと思うんですけど、誰か例えば家族でも恋人でも友達でも先生でもありがとうを伝えたい方がいらっしゃれば、そのねそれを文でメッセージでぜひ送っていただければと思いますし、あと配置宛てにはね、ほんと短くても全然構わないので、もしあればその2点ね、どちらか片方の参加で全く問題ありませんので、ぜひ振るってご参加ください。よろしくお願いいたします。